こんにちは。オーストラリアアマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。今日は私の提供するオーストラリアアマゾンの輸出サポート、そのサポート内容をご紹介します。パソコン音痴。英語アレルギーの初心者でも稼げるようにサポートしています。パソコン音痴でメールに画像を添付することができなかった。英語アレルギーでアルファベットが記号にしか見えなかった。 儲かる商品探し何から手をつければいいのかさっぱり検討がつかず途方に暮れていたこんな状態からでも半年で独立企業も可能な輸出ビジネススキルを身につけることが可能ですテンバーアカデミーサポート会員の成果報告アメリカアマゾンの成果報告です30日で34,454ドルこれを年賞に直すと4,600万円です 30日間で22,157ドル、年千2,950万円。30日間で14,167ドル、年千1,890万円。30日間で15,39ドル、年商1,400万円。30日間で6,828ドル、年商900万円。短期間でここまで成果が上がるビジネスは Amazon 輸出以外にありません。 私がどんなサポートをして半年でここまで稼げるようにしているか。そのサポート方法。まず、週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメルマガを配信しています。Amazon ではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。 昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。オーストラリアアマゾン出サポートサイト。パスワードをかけた記事なんかが多いんですけど、マニュアルとして使っているサポートサイトがあります。まあ、そちらの記事で、まあ、見たい記事があると。 いうときはね、えー、パスワードを要求してください。チャットワークサポート。回数無制限で付けてます。もうメールとは全く、えー、スピード感が違います。レスポンスよく、えー、サポート、やり取りが可能です。また、後からね、検索機能も付いてますんで、検索して見直すとか、えー、マニュアル代わりに、以前のやり取りをマニュアル代わりに見ると、 いう使い方もできますんで、このチャットワークサポート、まあ、使ってみるとすごい便利です。これ見ていただくと、やりとりが。22時57分に質問いただいて、23時に返信。で、また23時1分に、えー、それ、確認に対する、私の返信に対する返信。その返信がさらに1分後。その返信が2分後。同じ、えー、4分、23時4分にその返信。そして、 23時9分に登録完了と。毎回毎回ね、必ずこのスピードってわけじゃないんですけど、まあ普通にパソコンで私が作業してるときにはもうこのスピード感というのでね、サポートしています。それからスカイプサポート、月2回、1回45分。これでね、商品探しのやり方とか、まあ商品を買いに行ってその場でナビなんかもしてます。また、モチベーションの 維持の仕方。はては戦略。余計なことをやって成果が上がってないんじゃないかと。これに集中すればもっと楽に稼げる。簡単に稼げると。効率よく稼げると。そのようなことを Skype サポートで提供しています。そしてそれら、チャットワーク、サイト、それから Skype なんかでサポートする内容ですね。まずはじめに、オーストラリアの銀行口座を解説します。 オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。しかし、日本では開設できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供しているサービスを使います。どのサービスがいいか、登録して何が必要か、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。銀行口座ができたら次は、オーストラリアアマゾンのアカウント登録です。 初心者向けに手取り足取り、丁寧にサポートします。わかりにくい Amazon の説明を読み違えたり、勘違いすると、英語が分かっても、なかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので、時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いて、サクッと登録を終わらせてください。そして、アカウントができたら、 オーストラリアアマゾンで販売する商品探しです。ここが一番のポイントです。チャットワークで何度質問してもらっても構いません。スカイプまたは電話であなたに合った商品探しのアドバイスをします。商品が見つかるまで、親切、丁寧にサポートします。また、見つけた商品に個別にコメントをします。どういう商品が儲けやすいのかどういう商品は扱わない方がいいのか それらについてもアドバイスします。その商品探しの時にね、NG 商品というのを避けなければいけません。NG 商品には大きく分けて3つの NG 商品があります。まず、輸送 NG 商品。郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出できない、つまり運べない商品です。次に、オーストラリア NG 商品。 日本から輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を通らない、あるいはオーストラリア国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品。そして AmazonNG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、Amazon が販売を禁止している商品。これら NG 商品は今まで問題なかったのが、いつの間にか NG になったり、 逆に今まで NG だったのに、いつの間にか OK になる商品もあります。私の元にはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第、会員の皆様にお知らせしています。そして販売をしていると、購入者からの問い合わせがあったりします。この対応ですね。日本の常識は世界の非常識。Amazon の常識は世界の非常識。 アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。これ下手な対応すると、アマゾンにペナルティを食らったりしますんでね、あるいは購入したとトラブルになったりしますんで、そうならないようにサポートしています。あるいはアマゾンから問い合わせがあることもあります。これまた日本の常識は世界の非常識。アマゾンの常識は世界の非常識と。 アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。ここまで丁寧なサポートをするから、初心者でも稼げるようになります。無事、1回目の FBA 納品をした後の感想をいただきました。了解しましたと。これチャットワークサポートね、いろいろあの前書きとかあったんですけど、 もう専用チャットワークなんでね、要件だけ書いちゃって平気ですよと言ったらね、了解しましたと。そして、マニュアルがあるんですけど、マニュアル、要点を絞って作り込んであるので、非常にわかりやすいですと。まあ、これまで変てこな教材買った経験があるので、堀先生の教材の親切さがよくわかります。ありがとうございますと。マニュアルの出来がいいと褒めていただきました。たね、このように、FBA の場合は、えー、どういう、 設定でいきますかという時のね、えー、配送についての動画を作ったり、あるいは、ねえー、このようにお届け先の書き方がさっぱりわかりません。どのように書いたらいいでしょうかと。あと、オーストラリア FBA の電話番号とファックス番号わかりません。重量の書き方もこれでいいでしょうかと。これ EMS 点票の書き方、ねえー、質問をいただきました。まあ、それらを、ね、チャットワークでサポートして、してまあ 週刊に来てもらい手配しましたと。私がいなかったら発送できませんでした。ありがとうございますというね、えー、嬉しい、え、レビューをいただいてます。ご感想をいただいてます。このように、私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、10年間物販サポートを続けることができてます。もうね、エアフォーク、あるいは独自ショップ、え、または日本アマゾン、アメリカアマゾンと。 販売場所はその時々で儲けやすいところに変わってきてますけど、まあ一貫して物を売って儲けましょうというサポートをね、10年間続けています。アマゾンがオーストラリアでアマゾンプライムを開始しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。